ます。これでいい。それじゃあカルネスフォーム今作っ、他にまた来て、どうした？実は相談っていうのはね、分かってると思うけど、この間のハリウッド行きのことなの。タラチの監督から話があったやつ？うん、ハリウッドにタラチの監督の大ファンがいてね、彼を監督に起用して日米合作で映画を作るんだって。で、その話にエリーも抜擢されたってわけか。うん、よかったね、夢が叶ったんだ。それはそうなんだけど、話が急すぎるっていうか、まだ心の準備が。じゃあ行かないの？だって私がハリウッド行っちゃったら。あのね、ヒツキ、私最近すっごく充実してるなって思ってたんだ。世界に居場所が欲しくてハリウッド女優目指してたはずだったのに、フォルトナのみんなと一緒にいるのが楽しくて、いつの間にかここが私の居場所なんだ、そう思えるようになってたの。じゃあ行くのやめるの？そうじゃない。もちろん私がハリウッド目指してた理由はそれだけじゃない。だけどなかなか踏ん切りがつかなくて。だからさ、デートしてよ。どうしてだからになるんだよ。いいでしょ、確かめたいことがあるの。まあそれでエリーの気持ちが固まるなら付き合うよ。まずはそうね、コンビニに行きましょうか。また役作り？ちゃんと覚えててくれたのね。でも今回は役作りじゃないわ。あの時のデートもここから始まったのよね。そんなに昔のことでもないのに、ずいぶん懐かしく感じるわ。あ、これは。結構流行ってるんだね、ホラーハンターアンジェ。当然でしょ、私が主役やってるんだから。ところでイツキ、アンジェのテコ入れ前のタイトル覚えてる？学園恋愛もののさ。
恋するタンポポ。そうそう。一体どうした？別に、ただ聞いただけだから。覚えててくれたんだ。私たち恋するタンポポの役作りでデートしてたのよね、あの時は。それがまさかこんなことになるなんてな。人生わからないわよね。ま、ある日突然ミラージュマスターに。ってのもだいぶとんでもだけどね。それじゃ、次行きましょうか。スムージーだっけ？エリー、それ本当に好きなの？はい、ここで問題です。問題？このスムージー、何が入っているでしょう？ハリウッドアイ。あなたね、それっぽいこと言ってお茶濁そうとしたってダメなんだから。ちゃんと考えて。酵素。そうよ、酵素がたっぷり入ってるの。ハリウッドセレブ御用達の一品よ。まあ即答できなかったのは残念だけど、一応覚えててくれたってことにしとくわ。今日のこれは一体何なんだ？大事なことなの。このスムージーさ、今だから言うけど、ぶっちゃけあんまり好きじゃない。ならどうして？願掛けみたいなもんかしらね。これ飲んでたらなんだか届きそうな気がしたのよ、ハリウッドにさ。ご利益はあったみたいだな。確かにそうかもね。実際に手が届いちゃったんだもんね。ねえ、イツキ。イツキはどうするべきだと思う？ハリウッドの話。夢だったんだよね。だったら行くべきだと思う。心の準備ができてないとか、そういう理由で諦めるのはもったいないと思う。そうだよね、いつきはやっぱりそう言うよね。エリー？なんでもないわ。さあ行きましょう。次はジュエルショップね。前回と同じコース巡るんだな。まあね、じゃないと意味ないからね。意味？いいでしょ別に。いつき、来て来て。3つあるけど、その中でも特にあれが可愛いな。どれって聞きなさいよ。またクイズか？今日のエリーはなんかおかしいぞ。うっさい。さあイツキ、あのデートの時に私が欲しがったアクセサリーはどれ？ナナリーモデルのネックレス、ブラックコンドルって映画でつけてたやつのレプリカだっけ。覚えてたんだ。ヘリー熱っぽく語ってただろ、
印象に残ってたんだ。そう。なあエリー、今日は一体何を？エリー、そういえばここでなんとなく掴んだのよね、恋する女の子の気持ちってやつを。ああ、あの時のエリーのパフォーマー綺麗だった。何真顔でこっぱずかしいこと言ってんのよ、この天然王子は。え、なんでもない。それじゃあ樹、次行きましょう。次？まだ何かあったっけ？そっか、ここで映画も見たよね。そうよ、アンジュはここから生まれたと言っても過言ではないわ。あの時はノリが良すぎるお客がいて結局ダメだったけどな。あそうだね。よし、ここでのクイズは？ずいぶん乗り気じゃない。いいわよ。そうだ、タイトル、私たちが見た映画のタイトル。今考えただろう。そんなことないわよ。さあ、いつき、ここで見た映画のタイトルは何？死者の暗黒舞踊会3。違うわ、大体合ってるけど細部がところどころ違うわ。頑張って、いつき。わかった。死者の暗黒舞踊会3。頑張って、頑張って、いつき。わかった。死霊の暗黒舞踏会4。まあでも、ノーヒントからよく思い出せたもんだわ。私も若干怪しかったの。私たち、いろんな場所に行ったのね。楽しかったね。いつきは、その、迷惑じゃなかった？どれも大切な思い出。うん。どうした？今日はありがとう、いつき。そろそろ戻りましょう。いつき、決めたわ。私は自分の力でどれだけやれるのかを試してみたい。一人の女優として。だから私、ハリウッドに行く。
あ、ありがとう、いつき。あなたのおかげで、ようやく決心がついたわ。そっか。うん。ちゃんと自分の居場所も確認できたし、これで安心してハリウッドに行けるわ。それに、私のことを覚えててくれる人もいるし。だから今日いろんなところ回ってたのか。ねえ、いつき。外国行っても、私のこと。大丈夫だよ。どこに行ったって、俺はエリーを忘れない。うん。だから、安心して行ってきなよ。もちろんハリウッド行きは今回のミラージュ騒動を片付けてからだけどね。それじゃあ頑張らないとね、ハリウッドのためにも。ミラクルステージ新しいレディア、パフォーマーが これでいい。それじゃあユニ、待ってなさい、花のハリウッド。いやあやあ、いよいよエリー君も社交界デビューか。これはめでたいね。祝福しよう、貴族的に。社交界じゃなくてハリウッドよ。しかし、あのおてんばな少女がいよいよ社交界デビューか。君をここまでのレディーに育て上げた私と樹君の苦労、君にはわからないだろう。おや、いつものように否定しないのかい。それはそれで張り合いがないね。まあ、事実だしね。感謝してる、いつきにもあなたにも。ああ、エリー君。大げさね。まあ、特に心配していない。エリー君が泥臭く頑張っている姿を私はちゃんと見ていたんだから。ビオール。万事貴族的にやりたまえ。うん、ハリウッド的にやるよ。あくまでそこは譲らない。今度エリーが出る映画、期待されてるんだな。もう撮影は始まったの？まだよ、ティザームービーを撮っただけ。私たちにはやることがいっぱいでしょ。本番はまだ先よ。そうだね。それにしてもそうそうたる顔ぶれだね。今回の作品で
彼らと並び立てるような大女優になってみせるわ。それでこそエリーだ。花のハリウッド、本当に楽しみ。行くの久しぶりだからな。よく行ってたのか。よくってほどでもないわ。中学生の時に家族で3泊5日のツアー旅行で一度行っただけだし。それだけ？それだけ。ああ、うん。何を文句あるわけ？お土産買ってこないわよ。いや、どれだけ行ったかなんてエリーの夢には関係ないもんな。ところでエリー、英語は大丈夫なの？それはほら、絶賛勉強中よ。いつきも余裕ぶっこいてるけど、ちゃんと勉強しておくのよ。どうして？公開されたら来てもらうから、ハリウッドにまで。は？舞台挨拶とかだってあるでしょ。だからいい？絶対に来なさいよ。わかった。約束だからね。うん、頑張ってこいよエリー。うん。どうしたんですか、舞子さん。真面目な顔して。八代くんがフォルトナに入ってきたじゃない。芸能界きってのカリスマ二大巨頭がついに集結。これはコラボの予感だと思うのよね。え？ステージの上でぶつかり合う才能と才能、手に汗握るプライドバトル。もたらされるものは破壊、それとも創造。はあ。いやー、とってもよくない？ねえねえ、どうかしら？まあ確かにちょっと見てみたい気もします。出しょ出しょ、これは早速あの二人に話を持ちかけてみるべきだわ。お疲れん。どうしました？というか、舞子さん、酔ってますね。酔ってまーす。でも、今日はほろ酔いなので大丈夫よ。それで、俺は何をすればいいんですか？あのね、そこに段ボールがあるでしょ？その中に入ってるものを整理したいの。例えばね、
初めてもらった手紙は焚き火の中、ペアリングは海の底、傷ついた私の心はどこがふさわしいのかしら。この人何を言って。ねえ、いつきくんのお手手はここ。帰っていいですか。ごめん、嘘、冗談だから帰らないで、お願い。やれやれ。結構いろんなものが入ってる。どれから片付けようか。これは人事ファイルか。どこにしまうのがいいだろう。おお、出てきた出てきた。懐かしいわね。ああ、この時ちょうどトーマくんがエキストラでやらかしたのよね。やらかした。そうそう、エキストラなのにさ、主役を食ってやるなんて言っちゃって、もう超目立っちゃって、結局あの子のシーンは全カット。うちにも苦情が来たっけ。あいつらしいですね。そうね、まあそこがトーマくんの悪いとこでもありいいとこでもあるわよね。あいつ前よりも頑張るようになったわよ。いつきくんが来たから燃えてるのかもね。キリアさんのデビューシングルだ。どこにしまうのがいいだろう。ああ、それキリアのデビューした時のやつじゃない。この頃はキリアもナイーブでね。まあ今もだけど、とにかく本当に笑わない子だったの。そうだったんですか。でもあなたたちが来てからだいぶ表情が柔らかくなったわね。可愛い後輩ができたからかしら。キリアも大人になったのかもね。雑誌テレビジオン、どこにしまうのがいいだろう。エリーが初めて乗った雑誌なのよ。その時は脇役だったんだけどね、ドラマの紹介でちょこーっと端に映ってたのよ。へえ。それがさ、笑っちゃうのよ。私が事務所に来るじゃない、テーブルの上にその雑誌が置いてあるのよ。しかもご丁寧にそのページ開きっぱなしで。そしたらエリーが忘れ物まして言うなよ。目に浮かびます。もう可愛くて可愛くて。一見きついから損しちゃってるとこあるけど、エリーはとってもいい子なのよ。宇太郎のソフトか。どこにしまうのがいいだろう。ああ、それ月のサンプルソフトじゃない。サンプルソフト。そうよ、ザーリャにシステムを作ってもらったんだっけ。
そっか、チキはこのソフトで作られた曲から生まれるパフォーマーで。そうそう、あの日チキと出会ってから全てが始まったのよね。あの日はちょうどしこたまお酒を飲んだ後でさ、消えかかってるチキを見かけた時は泥酔状態の時だけ見えるっていう妖精さんかと思ったわ。かけらもドラマチックじゃないですね。あの子とももう5年、全然変わらないわね、あの子は。私もバーチャルになれないかしら。あらかた片付いた。ん？これは。それは探してたのよ。何なんですかこれ。これはね、ボルトナ創設以来の足跡ってとこかしらね。みんな楽しそうですね。カンフル剤ってところね。しんどい時とかに眺めたりするのよ。もう5年か。舞子さんはどうして社長に？ファッションモデルから急にですよね。あえて言うなら使命感かしらね。使命感？この世界を救うために私が戦わなくちゃって。5年前にあの事件が起こってチキと出会ってフォルトナ立ち上げることになっちゃって、それからはマスターを集めるのにがむしゃらだったわ。そうだったんですね。モデル業を諦めきれなくてクサクサしてた時期もあったけどね。だけどいろんなタレントたち見てるうちに舞子さん思ったわけよ。自分が表に立つよりこの子たちをもっと輝かせたい、頂点にまで連れて行ってあげたいって。だから今ではこの仕事を誇りに思ってるわ。なんか語っちゃったわね、こういうの久しぶり。何？これが樹くんの包容力？若いくせにやるじゃん。そうそう、今日のお礼に樹くんにいいものあげちゃおうかな。いいもの？じゃじゃーん！今では手に入らないレアものよ。もう一度本物が見たいな。この間の堀之沢さんの事件の後に舞子さんの撮影あったじゃないですか。あの時の舞子さんがすごい輝いて見えたっていうか。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。実はね、この写真集3部作なの。最後の3作目を撮る前に引退しちゃったからね。グアムで撮るはずだったのよ。それが未練って言っちゃ未練なのかな、なんてね。でも今はこの仕事に生きがいを感じてるから大丈夫よ。そうですか。いつきくん聞き上手だからつい喋りすぎちゃった。それじゃ今日はありがとう。また何かあったら頼むわね。